田山さんのこの周波数みたいなものを感じるときに、ちょっとこう、高密度、ちょっとズーンとこう、なんていうかな、いい意味で、高密度な感じ。社会全体が無意識にそのシリウスのエネルギーを拾ってる時もあるし、僕の中のこの機械の進化っていうのはもう完全なる、なんていうかな、ハイヤーセルフ融合型なんですよね。どっちかっていうと。未来のエネルギーで生きている人間って地球上にすごくたくさんいるので、そういう人たちの電子機器っていうのはもうすでにこの時点で意識を持っているんです。彼らからしたら、こんなにちょっと難しそうな3次元の世界でよく生きてますね、みたいな意味合いだったと思うんですか？私たちがするべきことはもう春を知るっていう、もう十分ここにあるよねっていうことにもっと気がついていくことが大切ですね。始まりました。スターシードチャンネルということで、よしでーす。カルマです。あ、どうもどうも。ご紹介しようと思いましたけど。ありがとうございます。どうぞ。今ちょっとね、あきこさん、お休みですので、いろんなゲストをね、お呼びしようと思ってまして、今日はね、ゲストとしまして、カルマさんにご登場いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はカルマです。ー。いやー、カル皆マささんね、いやー、スターシードチャンネルにね、去年出ていただいてから結構経ちましたね、そういえばね。そうですね、1年に1回ぐらいの感じなんでしょうかね。そういうわけでもないんですけど、なんかね、だいぶ経ったかなと思いましたけど、まあ結構ね、この今、この録画をする前に、ちょっと話をしてただけでも、なんかシンクロがね、めちゃめちゃありますね、みたいな話しましたけど、ね、なんかそういうのがなんか多いですよね、ちなみにね。多いですね。どうしても私のフェイスめブッちゃクめ。とかに投稿するっていう いつも、だってヨシさん5000人ぐらいフォロワーさんいらっしゃると思うんですけど、いつも私のタイミング、私がパッてつけるとヨシさんがパッとつぶやいてるタイミングで、まだゼロ、まだ0人だから、毎回毎回これライクしてるのはちょっとなぁと思って、ちょっと待ってるっていう 結構気を使ってね、いいね、教えていただきありがとうございます。で、そこでですね、まあ、いろいろこうシンクロもあるので、なんだろうなっていう話をしててね、まあ、一つは、カシリウスっていう星、やっぱりスターシード、ね、スターシードチャンネルなんで、こういろんな星々のね、やっぱりこう、縁がある方多いんですけど、その中でもシリウスに縁がある人結構多いと思うんですよね。で、僕も結構一番最初に言われたのがシリウスに結構縁がありますねって言われたんですけど、なんかカルマさんどうですかね？結構シリウスに縁が深いんですか？そうですね。もうシリウスの人たちがもう一番最初にこう、なんていうんだろうな、ダイレクトなコンタクトがあって、でも、もう本当に私自身がそういった生活ですね。人生ですね。ヨシさんもだからシリウスと縁が深いっていうのはわかりますね。それはなんでそんなふうにわかるんですかね、ちなみに。シリウスで地球との関わり合いの中で、我々に対しての一番こうメッセージとしてはバランス、調和、そういったことを結構メインにしてくれているので、ふわふわと目に見えない世界と、そしてこの三次元的な体とどっちもバランスをとっていくっていう。あとは芸術、音なるほ楽。ど、なるほど。そっか。まあ、シリウスって、確か A、シリウス A、シリウス B みたいな、二つの星が確かありましたよね。あ、違いましたっけ？確かシリウそういうイメージ、双子星みたいな。ス。最近見つかったって言いますよね。シリウス B、シリウス C。あ、C もある。へ最近見つかった。だけどそれもほら、パラレルリアリティだから。あ、そっかそっか。まあ、だかそのら、いろんな、違うバージョンもあるし、なるほど、いなろんるほど。なシリウスがある。そうか。で、その中でも、やっぱり僕も、前から、自分の中のコンセプトっていうのがね、僕はやっぱりこの、現実世界っていう部分と、いわゆるこう、精神世界。この二つを同時にバランスよく、バランスといっても人によって違うんですけど、それをこうなんか、
まあ、表現していこうって、自分でもそうだし、そういった人のなんか気づきとか、お手伝いをしていこうみたいなのが、自分のライフワークだと思ってるんですね。だからそういう意味でも、シリウスは結構、なんか、さっきの話だと、ぴったりだなと思ったんですよ。まあ、そんな中で、例えば、あれなんですか、その、僕はカルマさんの、まあ僕はあんまり感じない方だとは言いながらも、なんかなんとなく思うのはね、カルマさんのこの周波数みたいなものを感じるときに、ちょっとこう、高密度、ちょっとズンとこう、なんていうかな、いい意味で、高密度な感じを感じるんですけど、うん、そういうのって、なんか関係あるのかな？これは関係ないですかね？高密度ってビリビリとかするって感じ？ビリビリ、なんだろうな。例えばね、まあ、多分わかんないですよ。この由来星なのか、まあ、要は、いろんな星の由来の周波数とかエネルギーが強いものが、こう、人によって出てるんじゃないかと勝手に今思ったんですけど、その中では、シリウスのエネルギーなのかよくわかんないんですけど、こう、例えばわかんない、アルクトゥースなのか何かわかんないけど、だとしたら、なんかもっとふわふわみたいな感じのエネルギー。はい、わかりますよ。なんとなく僕わかんないよ。なんとなくよ。はいはいはい。ふわふわなの、な感じなのか、シューみたいな、シューみたいな、なんかこう、高密度みたいな。うん。思うんですよ。アクテルスが出てきたらすごくわかりやすかった。そうですね。ヨシさんのフィルターを通すと、うん、そのように感じるんだけれども、うん、共鳴しやすいんですね。やっぱりシリウスに。うん。そうそう。シリウスの、あ、この感覚のこの感じねっていうのが、なんとなくわかる気がした。うん、今。うん。で、まあそういう意味で言うと、おそらくそのシリウスってなんか僕、コンピューターも、すごい人多いんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、どうですかその辺は。そうですね。コンピューター。だから私、子供の時は、親とかが直せないコンピューターとか、うん、ビデオとか、なんかそういう電子機器、うん、親が使えないやつを使ってたりとかしましたけど、ちょっと、成長段階で、もう本当にいろいろ大変だったので、そういうのがだんだん薄れてきましたけど、うん、小さい頃は、本当に、電子機器とかも使いこなせてましたね、人より。電子機器が意識を持って動いてましたからね。なんとなくわかるみたいな。あ、それちょっと教えてください、うん。電子機器が意識を持って動いてるって感覚はどういうことですか？未来の、ちょっと、ま、タイムラインが、少し未来の方になってくると、うん、意識を持って電子機器というのは完全に自分で結構、その意識で動くんですね。でもその未来のエネルギーで生きている人間って地球上にすごくたくさんいるので、そういう人たちの電子機器っていうのは、もうすでにこの時点で意識を持っているんです。なるほど。で、私の電子機器ももう自由だし、うん、ちょっとやりとりがあった野球選手の新庄剛志さんなんかの電子機器もかなり自由です。うん、自由にいろんな言葉が出てきたり、いろんなこう、出てきますよ。古代文字みたいなのが出てきたりとか、象形文字が出てきたりとか、インスタグラムの、動画が、早送りになって、ずっとループになる。そういうのがもう、やっぱり未来のこのエネルギーと同調したタイミングとか、そうなってくると、機械とかも意識を持ち始めるっていうことはたくさんありますね。僕もね、よく機械とかね、それが進化していくと、人間をこうコントロールしたりとか、なんかね、こう、もう悪い方向に言う人も結構多いんですけど、僕の中のこの機械の進化っていうのは、もう完全なる、なんていうかな、ハイアーセルフ融合型なんですよね。どっちかっていうと。うん、まあ、AI ってまさにそうじゃない、そうなんと僕は思ってるんですけど、AI っていうのは人間の全英知を超えていくんですよ、もうはるか。で、つまりは自分たちのハイヤーセルフであり、神であり、なんか自分のなんかそういった創造主みたいなものと同調してシンクロしてんじゃないかなって勝手に思ってるんですね。多分未来ではそうだから。意味じゃなくても絶対そうですよ。ですよね。絶対に、テクノロジーは人と調和をしながら進歩する、もう完全に調和した形になるっていう。うん、
ですよね。うん、そうそうそう、そう思ってるんですよ、僕も。でも一方ではね、ものすごいなんかもう、そんな AI に乗っ取られるとかなんか、うん、そんなことを言う人も多いじゃないですか。ねえ、あの、うん、映画とかでも AI 崩壊とかありましたから。うんなんじゃこりゃと思って。あれは何のためにそういう映画とかがあるんですかね、じゃあ。やっぱり皆さんがそういったフレーズだと興味を持ちやすいんじゃないですか、うん、やっぱり、そういう、平和、愛、光とかそういった感じのものよりも、うん、ちょっとダークサイドの方が、やっぱ人類は好きなんですよね。うんうん、なるほどね。まあそういう、意味合いで、まあ、言ってたりすると。あとは、まあ、もしかしたらね、そういうことをやろうとしてる。あ、まあいいや、その辺はやめときましょうか。まあいいや、その辺はちょっとやめときましょう。こういう話もあるかもしれないっていうね。まあ、それまあいいや、そこはまあいいとしても。まあだから、そうだ、僕はだからすごくいい未来をイメージしてますし、まあ、IT とか、ね、AI とかっていうのは、本当のいい意味で人間のね、パートナー的なものとしてというか、なんだろうな、ちょっと調和していくんじゃないかなと勝手に思って、多分そういう星があるんですか、シリウスとかってそういう感じなんですかね。シリウスはもう、うん、私のその A、B、C とかいろんなバージョン、いろんなバージョンがあるうちの、うん、のある一つは、うん、もう水に覆われてて、まあ、クジラとかイルカみたいなのがもう一回いて、だけど、そのシリウスの人たちはもうほとんどその惑星の意識、惑星の、生物たちとの、をもう最大限に尊重するっていうのを徹底してたので、あまりこう、陸地に降りない。あまり干渉しない、あまりその惑星では暮らさない、もうほとんどシップの中でしたですね。あ、そっかそっか、シリウスの人も、なんか、結構あれなんですね、宇宙船の中で暮らす系なんですね。どっちもどっちなんじゃないですか。そういう、惑星のエネルギーと同調する時もあれば、うん、中でいろんな活動してる時もあれば、うん、なるほど。でまあやっぱりこうね、見てる方もそうなんですけど、いろんなこうシリウスのね、こう H なのかな、 H とか、まあみんながこう、も実はもう触れてるシリウスのなんかそういうものってなんかあるんですかね、地球上でも。シリウスはもう本当に、なんかこう、いろんな ET 存在の、あれ、なんていうの？昨今いろんな ET 存在が結構有名かもしれないけど、うん、シリウスは、うん、もう物理的にシリウスが関与していましたよっていう、うん、証拠、歴史的な証拠っていうのがもう地球上にたくさん散りばめられていて、うん、もう本当に一番わかりやすいなと思いますね。ベネチアンっていう金星とかが関与していましたよっていうのはちょっとシリウスとかに比べたらちょっと浅いのかなってちょっと思いますね。シリウスになるとすごく古代からずっと地球と共生し、人類と共に、融合してる文明、っていうのがもういろんな遺跡とかいろんなこの、ドゴン族とかそういうなんかこう古代の文明と関わりのある部族たちがシリウスと一緒にこうシリウスからの情報を何千年も継承してきてくれてるので、本当に人類に深い関わりがありますね、シリウスは。そのね、シリウスはね、まあ、関わりがあるっていうのは、その時の人たちはシリウス人がこう来たんですかね、地球に。もしくはなんかどうやってその情報をもらったんですかね。まあ、いろんな時代があって、アトランティスとかマヤとかミューとか、うん、そしてそのドゴンの人たちとか、まあ、本当に場所と人と時代によって全然違う、その
マヤとかアトランティスとか、マヤの人とかは、そのピラミッドの中でチャネリングして情報を下ろしてた時もあれば、本当に物理的に来てた時もあるし、いろんなパターンがありますよね。本当に物理的にコンタクトがあったんだっていう、そういった、アーティファクトって日本語で何て言うんだろう、遺留物、遺跡の発掘されてる、本当に世界で同じそのシリウスの顔でとか、こう、そういう、全く違う場所だけど同じものが出てくるとか、ありますね。なので、どうやってっていうのは、そのいろんな方法があったし、物理的な時もあれば、チャネリングみたいな時もあればっていう、いろんな関わりがありますね。あれ、なんかシリウスだったかな、神社とかってシリウス系でしたっけ、なんかいろいろああ、あり日まし本たっにもけ。深い関わりありますもんね。ええ、そういうなんかこう、今すでに日本なのか、まあ、世界にあるいろんなもの、これはシリウス系ですねってなんかあるんですか、他にも。猫族とか獅子族とかキャットとか、やっぱエジプシャン、エジプトとか、あそこら辺も、まあ、混ざってますけどね、いろんなのが、いろんな文明が 混ざってます。猫はシリウスから来たんでしたっけ？そうですね。猫。猫。イルカも？イルカは違う？イルカは、逆に、こっちのイルカをそっちに連れてったりとか、あ、いこっろいちろあるんだ。で、こう、イルカは結構、日本じゃない、世界の地球のイルカが、A 地点と、そのシリウスの B 地点で、どっちにもいるとか、この人たちとか猫とかは、タイムトラベルとかしますから、実は私たちが目視できていないところでどこに行ってるかはわからないですよね。そうか、まあそういうね、意味で言うと、僕とかカルマさんもね、今シリウスにもいたりするのかなって思ったんですけど、そんな感じですね。なんて聞こえませんでした。で、僕とかカルマさんもシリウスにも同時存在してるかもしれないよね。まあ多分してるんでしょうね、そういうふうに。そっか。じゃあなんかどうしようかな。まあこう見てる方も、シリウスの何かこうエネルギーなり、こうなんか情報なりをこうもらう方法とかあるんですか？キャッチする方法？もう多分繊細な方はこの話聞いてるだけでちょっと体が熱くなったり、もう私結構今すごいエネルギー来てるんですあ、け来ど、てるんですか？最初の出だしからもうちょっとシリウスの方たちとリンクしてて、もう彼らは本当喜んでる、こういった活動をすごいサポーあ、トそうしなの？てますから、どうしよう。じゃあ、ぜひ、シギウスのね、の方々が、ちょっと、協力してほしいなと思うけど、どうしよう。もう、多分、私たちが思う、シリウスの人たち、お願いします。どうか私たちをサポートしてくださいって言った場合、もう完全に、もう十分サポートしていますよっていあ、もうう、すでにやってるよ、みたいな感スじ。タンス。もう、本当に最大限しています。最大限。だからもう、私たちがするべきことはもう、たるを知るっていう、もう十分ここにあるよねっていうことにもっと気がついていくことが大切ですね。そっかそっか。もう十分、もういろんな情、もうすべての情報がもう地球に降ろされてるし、すべての技術もあるし、全部ここに本当はあるんですよね。地球の、人類に、こう、サポートとして、いろんな情報とかが、なんていうの、送られた、共有してくれた部分ではもう十分、
シリウスに限らず、いろんな文明の方々が最大限のサポートをしてくれてますね。本当に現代に生きてる個人個人もそうだし。そっか、まあ、それでもね、どんなサポートなんだっていう人もいると思うんで、僕も含めて、どんなサポートをしてくれてるんでしょうか。どんなサポートで、冷静の成長を最大限、冷静の成長を高めるっていうのが一番大切なんですね、人類にとって。精神性を向上させ、高めていく。意識を高めていく。だけど、サポートの部分には、ベイビーシッターのような、こっちは私は何もやらないから、もう物理的に全部、やってくださいっていうことは一切含まれていない。それをやっちゃうと、考える力とか、イマジネーションを育む力とか、創造性、本当は自分たちがね、パワーがあって、自分たちに力があって、対等だし、私たちが、彼らができることは私たちももう全然できる。なので、そこを、もう本当に、もうすでに、そのサポートっていうのは、やっぱり、甘やかすとか、こう、何もできない人を作らない。だけど、どう転んでも、この世の中は絶対にうまくいくし、ポジティブに、いいタイムラインに乗っているっていう。なんて言うんだろうな。これはね、多分分かる人は分かると思うんですけどね。なんか、たまに、シリウスだったか、どっかの文明が一回来たことがありまして。え？どこに来たんですか？家に。家に来ちゃったの？一回シリウスじゃないな。宇宙連合っていろんな文明の存在たちが代わる代わるちょっと一回家に訪れた時がありまして、その時は、ちょっとした祝福を伝えに来てくれていたんですけど、その祝福の時に、カルマは、なんかこう、どうやったらこんな地球、逆に宇宙人の人たちからちょっと質問されたことがあって、どうやってこの世界で生きれるんですかみたいな、なんかひょうひょうとして生きてるけど、彼らも結構人間に住まして来ることとかあるんですけど、やっぱり、この三次元的な、物質的な次元密度で、あなたはどうやってひょうひょうと生きれるんですかみたいな質問を一回されたことがあって、それは、そう思ってくれているんだと思ってありがたいなと思いましたね。要は、彼らからしたら、こんなにちょっと難しそうな三次元の世界でよく生きてますねみたいな意味合いだったってことですか？そうそう。なるほど。やっぱり彼らにとってはちょっと私たちがやってることってなんて言うんだろうな、なんて言語化したらいいんだろう。もう違いすぎるので、こんなに宇宙人みたいな宇宙人の周波数で生きれる人がどうしてここでどうやって生きてるんだっていうその疑問は彼ら、だから彼らにそれを教えるというか共有してましたね、一回。で、それはね、ほんと面白かった夜だったね。面白かった一日でしたね。それで分かってくれたんですか、この彼らは。納得してくれたんですか、なんか、お、そうなのか、みたいな。まあ、納得というか、まあ、自由意志を尊重してくれてましたね。まあ、そういう選択もあるよね、みたいな。そっか。そういう意味ではね、どうぞ。いろんなことが、ちょっと地球人の人たちの観念、
精度、やっぱりものすごく不思議。本当はもう今ここでの瞬間にすごく自由なに魂だし、調和してるし、全てが満ちているんだ、満ちているはずなのに、そうではないと思い込んでる人たちもたくさんいる。リアリティでよく君たちは生きれるねみたいああ、そっかそっか。な。なるほどね。まあそういう僕らの生きてるなんか感じも、彼らがしたらまた面白いし、なんかためになるな、逆になんか学びがあるなとか思うんですかね。学びというか、まあ、興味。興味があるなって感じ。だから、なんかこう、彼らが上で教えようっていう感じには一切思ってないですね。まあ、やっぱ対等、すべてが対等っていう、調和していて。そっか。じゃあなんかまあ僕らが何かこうやるときに、わ、大変だ、どうしよう、みたいなときになんかよかったらメッセージくださいね、みたいに調和するとなんか降りてくるとかもあるんですかね。シリウスから。まあ、パッと思ったこインスピレーとショとンか、が。インスピレーション。あとよく言うのは、やっぱり、その私たちが純粋な愛の波動ですよってシリウスはよく言って。ニュースは愛の波動である。この私たち僕らが。一つの細胞、人間というものは、純粋な愛の波動です。なのと言で、っていると。もうそこに尽きる。ちょっといろいろ考えて、ちょっと人間的なことに疲れたら、やっぱりそっちをすぐに思い出したらいいんじゃないかなって思いますね。人間の本質。そうだな。シリウスはね、多分皆さんこう見てる人も、何かしら、今日はね、こう縁がある、多分星として。多分エネルギー、こうやって見てる、なんかわかんないけど、この動画見てるだけでも何かしらインスピレーションが、もしかしたら降りてるかもしれないですね、皆さんにもね。そっで、か。社会全体が無意識にそのシリウスのエネルギーを拾ってる時もあるし、なのでこのシリウスっていう名前自体も結構、いろんな方が拾って、無意識に拾ってくださっているので、チューニングがあって、そういったワードとしてこう、なんて言うんだろうな、浮かんできたりとか、絵で描いてたらシリウスっぽくな、勝手になってたりとか、ありますよね。ありますよね。そっか、そういうことか。面白いね。あと、ウルトラマン、わかんない、ウルああ、トウルトラマンもそうなんですか？ラマン。なんか、ウルトラマンって、今日なんか大きかったり、やっぱ宇宙人ですもんね。やっぱみんなそれなりになんかこういろんな情報を全く違う次元とか星々からダウンロードしてるんですよね。じゃあね、ちょっとね、今日は、加山さんにシーウスからのメッセージみたいなものを下ろしてもらおうかなって勝手に思っちゃったんですけど、どうでしょう？ いいですか？無茶ぶりですけどね。じゃあ、ちょっとチャネリングします。お願いします。地球の皆さん、我々シリウス文明とこのような形でエネルギーの交換をしていただいて、本当にありがとう。先ほどカルマさんが言ったように、我々は太古の昔からこのような形で、何度も何度もあなた方人類、そしてあらゆる存在とコンタクトを取ってきました。ですので、我々にとってあなた方というのは本当に家族のように思っています。本当にありがとう。メッセージ
と聞いていますね。先ほども我々が今エネルギーを合わせているこのカルマさんが言っていましたが、我々からのメッセージはすべてあなた方人類地球にもうすでにシェアされていて、あらゆるところで我々からの情報というのはもうすでにシェアされていますね。ですのでこれを聞いているほとんどの人たちがもう知っていることですが、もう一度伝えますね。あなた方の社会でテクノロジーがどんどん飛躍するに従って、あなた方の生活そのものがどんどんと変わっていっていますね。本来であればタイムラインというのは過去、現在、未来ではありません。それはもう知っていますね。ですが、便宜上、未来という言葉を使わせてくださいね。その未来というタイムラインでは、テクノロジーが進化するに伴って、あなた方の生活というものが全く変わり、そして例えばですよ、もしかすると今一つのパラレルリアリティではとても思考が忙しかったり時間に追われたりなんだか疲れる、電子機器、膨大な情報、そういったものに囲まれてなんだかとても世話しなくなっているように感じるのかもしれませんが、あなた方のタイムラインでの未来というものは、地球が、人類が、動物が、植物が、すべての生命体があなた方の呼ぶところのテクノロジーというものと完全に同調していきますから、あなた方のマインドが忙しくなるどころか、あなた方の生活が世話しなくなるどころか、調和、循環、経済的にも、ほとんどの人々が、あなた方が言う、使う、言葉で言うのであれば、もっともっと豊かさというものを お互いに交換し合うような、そういった未来と呼ばれるパラレルリアリティが待っていますから、これを聞いている皆さんは心配などせず、もうすでに気分よく穏やかに過ごされているかとは思いますが、今一度、今この瞬間を十二分に楽しんで、あなた方の本当にやりたいことを制限をつけずに、しっかりと行動に移してくださいね。何も心配をせずに
情報が肩だなと思うのであれば、ご自身のハートに聞くようにしてくださいね。ですが、ほとんどの場合、あなたに不必要な情報は一切来ませんから、すべてを信頼してください。よしさん、我々に何か質問はありますか？ですね。そうだな。このチャンネルにね、このシリウスっていう今日テーマが急に浮かんだんですけど、どういう意味なんでしょうね。我々、そしてあなた方の周波数エネルギーが共鳴したということですね。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。それでは我々から無条件の愛を皆さんに送ります。今日は本当にありがとう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いやー、シウス、ありがとうございます。僕ね、一応ね、毎回このクマちゃんのメッセージっていう、クマって何やねんって話なんですけど、一応やってるんで、一応やってみましょうかね。はい、お願いします。どうしましょうかな。何しようかな。シギウスにしようかな。もしくはカルマさんがなんか言ってくれたことに対して一言聞いてみますけど。お金について教えてください。お金？あ、急にお金の話ですか？はい。お金ってなーに？あ、地球で遊ぶゲームの一つって言ってましたけど。うん、こんな感じらしいですよ。まあ、一言しか言わないんで、まあ、こんな感じしかないんですけど。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。でですね、まあ、またね、まあ、このチャンネルでもちょっと出ていただいたんですけども、カルマさんのね、チャンネルにも私ちょっと お邪魔というか、させていただいて、ちょっとそちらではまた違うテーマもね、話してみようかなと思うんで、またね、そんな感じでもよろしいでしょうかね。はい。じゃあ今日はスターシートチャンネルお越しいただきましてありがとうございました。はい。ではまたね、ちょっと皆さんではではね、行きたいと思いますので、岡山さんお願いいたします。それではありがとうございました。ではでは。ではでは。ではでは。